鏡山城の戦いは、戦国時代の大英三年、秋国際城の鏡山城で起きた甘腰と大内氏の戦いである。鏡山城は、秋祭城にある山城で、秋支配をもくろむ、須王、長門の大内氏が、長禄、干渉年間に築城し、秋制圧の拠点としていた。大英二年、大内義雄は、東高房を総大将として、秋に派遣した。 大内の軍勢は3月から8月まで5ヶ月間、滞在して、新城大畑や大塚を攻めるも、秋武田氏の防戦により、特段の戦果はなかった。一方、秋、ビンゴに勢力を伸ばしていた、出雲の戦国大名、天骨根久が、大内義雄が、九州北部へ出陣へしている隙をついて、鏡山城を落とすべく、西城に進軍した。甘氏は、 天子氏に侵入する、秋国人集らと共に、鏡山城の攻略を開始した。当時、吉川氏は、有田中入れの戦いの翌年に、天子氏の参加に入っており、同様に、毛利氏も、天子参加にあった。まだ救済であった毛利氏の当主、毛利雪松丸の貢献人を務める毛利元成は、毛利勢を率いて、大英3年6月13日、毛利軍は、 吉川国常らと共に四千の軍勢で城攻めを開始した。一方、大内方は倉、田草信とその副将として、叔父の倉田直信が、鏡山城に入り、天子軍を迎え撃った。奮戦する防信は、天子軍を容易に城へ寄せ付けず、戦線は、硬着状態に陥った。そこで元成は一江を案じ、倉田家の家督を継がせることを条件に、 直信を寝返らせ、直信が守備する二の丸に、天子軍を手引きさせた。天子軍の侵入を許した、鏡山城内は大混乱をきたした。上昇の防震は本丸にこもって、最後の防戦を一昼夜続けるが、28日に落城した。防震は、妻子と城兵の除名と引き換えに自害した。落城後、常久は、防震の申し出は承認したものの、 直信については寝返りを非難して処刑を命じた。元成は、は久の役場を保護にされた。さらに、毛利氏の先行は全軍で一番であろうことは明らかであったにも、かかわらず、天子氏は毛利氏へ恩賞を与えなかった。この工場戦が終わり、常久は元成を警戒し、元成は常久に不信感を抱いた。常久は元成を警戒し、同年に、 もう年家当主の雪松丸が病死した際には、家臣の亀井秀綱に命じて、もう年家の家督相続問題に介入した。天子氏は、元成の弟の愛愛元綱を擁立させるべく、格索するが、帰戦を制した元成が、元綱と、その支持派を粛清し、元成が当主となったことにより、天子氏の介入は失敗した。大英五年、秋での勢力回復を図る大内氏が、 構成に転じた。それまで、天子側に泊まっていた元なりは、3月に天子氏から離反して、大内氏の参加に入った。毛利氏は、当貴付さ率いる大内軍の米山城攻めに参戦し、米山城主、天野京テーラーの降伏を仲介している。大内軍は、鏡山城の奪回にも成功し、秋国内での天子氏の勢力は減少した。 鏡山町は、飛行も低く要害の地でもないため、大内氏は新たに、訴状が城を築き、後には土山次郎も築いて、大内氏の秋国本拠都市、鏡山町は、廃城となった。ありがとうございます。